必ずやろう日本最高浅川豊ですこの動画を見て、なるほど勉強になるなんてね思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますさて、最近ですね円安に対するネガティブ報道というものがどん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 増えているというイメージが私の中にはありますで、そうした報道に影響されてだと思うんですけれども私が Facebook に投稿するものあるいはこういう動画で投稿するもの こういうものに対してですねまあ円安に絡んでのネガティブな書き込みというものがかなり目につくようになってきたなということを感じているんですねで円安がいいか円安が悪いかというのはもう単純には言えないということがあってネガティブばかりなところに目を向けるというのはそれはやめた方がいいよということについて今回は話をしてみようと思います さてまずですね毎日新聞の画像を見てもらいたいんですけれどもここにはですね円円の実力力50年ぶりり低低水準円安で購買力低下家計に逆風とといいうことが書いてありますよね円がですねその50年ぶりに低水準の評価になっているってこれどういうことなのよってね思われる方がいると思うんですが。 これは実践実行為替レートという、まあ、ちょっと特別な為替レートの計算の仕方をすると日本円の実力というのはですね年、まあ、年前の年頃とと同じぐらいいにななってるよという話なんですそうなるとまあ日本円が安くなって海外の物価が上がってるわけだから私たちの生活は打撃だということになるわけなんですけれどもですが まあ私たちのこの庶民の暮らしとですね、実勢実行カーセレートというのは、あんまり直接結びつかないよってことになるんですね。で、この実勢実行カーセレートっていうのは何なんだってことなんですけども、日本が貿易をする相手はアメリカだけではないですよね。アメリカとも貿易はしますが、 中国とも貿易をするし東南アジア諸国とも貿易をするしまあそんな形もって世界中のいろんな国と貿易をしますでそれぞれの国のですね物価水準も随分いろいろと変わってきているということがあるからまあ日本円でですね、まあ、今のような輸入をやっていくような形になった場合にどのぐらいのものをまあ購入できる力があるのかというのを まあ、ある程度客観的な指標で示したものだだといいう,うに思ってくださいもちろん日本の円がアメリカドルに対して強くなればこの実勢実行カーセレートも上昇傾向に行くしアメリカのドルに対して弱いということになっていけば実勢実行カーセレートも下がっていくということにはなりますが。 まあ単純にそれだけの話ででではまあないいすすととうことですさて日本円の実生実行カーセレートのグラフというのをう見てもらいたいんですけれどもこのグラフを見てもらうと分かるように1995年にですね日本の円は実生実行カーセレートで最も高い値をつけてそれからですね年々年々下がっていくようなトレンドにあるっていうのは分かりますね。 もちろんこうジグザグはしてるんですけれどもそうやって下がってきてるこれ分かりますよね。でこの間どういう状態だったかといったら日本はデフレというのはインフレの反対で物価が年々年々下がっていくという状態ですよね。とするとなんですよね。 日本円が弱くなって物価が上がっていくがために私たちの暮らしが貧しくなったんだというイメージは違うという話になるんですよ。いや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 朝香さんと。ね。なんと2兆円を超える大赤字になってますと。これは円が安くなったがためにこんな大きな赤字になったんであって。 ね、やっぱり縁が強ければそんなことにはならなかったんじゃないですかなんてね、えー、意見を持たれれるる方もいるかもいかしれません、まあマスコミも割とこの論調で報道していることが多かったりするんですけれども冷静に考えてほしいのは。 日本円が安くなったことによってこれでですねその海外から買うものの値段が膨らんだことによってこの赤字が増えたのかそれとも別の要因なのかということなんです。現実に即して考えた場合に円安の要素ははは全くないなないいんてことはそれはないですよある程度の影響はもちろんあるんですがそれよりもはるかに大きいのはですね石油であるとか。 石炭ででああるるとととかか天然ガスであるとかとこういうようなエネルギー価格原材料価格がですね今世界的にボワッと上がっているこのことの影響をもろに受けているという側面が圧倒的に強いということなんですよね例えばなんですが2020年の4月この段階で石油はですね1番荒れるあたり20ドルぐらいという段階にありました。それが 最近どのぐらいになってるかといったら90ドルぐらいということになっているのでこの段階との比較で言ったらなんと45倍にですね原油価格が上がってるということになるわけなんですねでそうなるとこういうものの購入を減らすようにしないとどうしたって赤字は大きくなるという傾向にあるわけでじゃあどうやったらこれを減らせるのって言ったら 原発を再稼働して火力発電に使うエネルギーとしてですね天然ガスの輸入をするとか石炭の輸入をするとかというのをなるべく抑えるってことが大事になるんじゃないですかってことになるんですね。さらに言えばなんですがじゃあ 円安が進むことによって貿易収支の赤字が膨らんだという側面も浅香さんあるんですよねと言われたら私はもちろんありますよと答えます。だったらそういうことをなくすように少しでも円高になってた方がいいんじゃないですかという人もまあいると思うんですが話はそんなに単純ではないってことになります。 国際的なやり取りの中でですね、儲けが生まれるとか、まあ損失が生まれるとかっていう、そういう取引っていうのが、まあ3つあるんですね。で、1つは貿易収支というやつ。1つはサービス収支というやつ。そしてもう1つがですね、所得収支というやつなんです。まず貿易収支ですけれども、これはすごくわかりやすくて、日本から輸出する。海外から輸入する。 ね、どっちの方が金額が多いかによって貿易収支が黒字になったり赤字になったりまあそういうことがあるってことになります。で次にですねサービス収支なんですけれども私たちが購入するものというのは必ずしもものではないってことがあるわけなんですね。例えばですね私があ飛行機に乗って。 まあ、海外に出かけるということがあるとしましょう。飛行機に乗って海外に出かけた場合、私は何か物を受け取ってますかって言ったら、物は受け取っておらず、自分が日本からその行きたい場所にですね、運んでもらうというサービスを受け取ってるっていことになるわけですね。 こういうものではないやり取りのことが、まあ、サービス収支ということになるんですけれども、この中で大きいのは今言ったような人の移動に関するようなお話。で、これともう一つ大きいのは物の移動に関するお話っていうのがあるわけです。ね、例えば天然ガスを 遠くからこう運んできてもらうって言った時に、この時に使う LNG 船というまあ特殊な船がありますけれども、日本の会社の船を使うとは限らないですよね。海外の船を使って、その海外の会社に運んでもらったサービスに対してお金を払うってこともあったりしますよね。で、これがですね、日本が受け取るのが多いのか、海外に支払うのが多いのかというのが、これがサービス収支ということになります。 もう一つあるのが所得収支というのがあるんですねでこれは海外にいろんな資産を日本がが持っているっててるありますでそういう持ってる資産はですね、まあ、例えば株を持っていれば配当金が出るなんてこともあるだろうし債権を持っていれば利息が出るってこともあるだろうし不動産を持っていれば家賃が出るなんてこともあるでしょう。でそれを日本に持ち帰るということをやればですね それはこの所得収支というものが上がるということになるわけなんです。日本円とアメリカドルがあって、まあこういう形でバランスが取れてた中で、日本円が安くなったとしましょうね。そうすると相対的にアメリカドルが高くなってるっていうことになるじゃないですか。で、そうなるとなんですけれども、アメリカドル建てで生まれる収益金というのは、円換算でいくと、 大きくなるってことになりませんかってことなんですつまり円安が進めば進むほど私たちが受け取る所得収支はバン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 と膨れて上がっていくということになるんです忘れていけないのは日本というのは 世界最大の再建国であって、このですね、所得収支の受け取りというのが馬鹿にならないぐらいに大きいんですね。だから、円安になっていくと、確かに海外の支払いは増えるという傾向はあるんだけれども、所得収支は日本円で計算すると、どんどん膨れ上がっていくという、まあそういう構造を持ってるわけなんですね。 そうすると、総合的に見たときに、日本の受け取りが増えるか減るかというのは、貿易だけで考えたらいけないよということになるわけです。さらに言えば、円安が進むということは、日本を製造拠点にして生産するというのが、有利になるという話にもなるから、今、経済安全保障の見地から、 中国なんかから引き上げてきてさ日本国内に工場を建てればいいじゃんみたいな話が出てきた時に割とやりやすくなっているということをも意味するということになるわけなんです。ですからこうしたものをトータルで考えた時に円が安くなるというのは必ずしも悪いことではなくてその一方においてプラスの側面というのも 別に私はですね、円安になる方が絶対いい、円高になったらダメなんていうふうに考えてる人間ではないしまあ本音を言えばなんですが最終的には日本円は圧倒的に強くなってもらいたいとえ思っている人間でもあるんですけどねそれは何でかっていうことについてはまた別の機会で話をしようとは思うんですがだからといって、 円が安くなったら全てダメなんだみたいなそういうものの見方はちょっとですねマスコミの宣伝に踊らされてるんじゃないのというところこの辺は気をつけてもらいたいなと思ってます必ずやろう日本最高朝霞豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます